ファーストプレイヤーは中島。よし。結構癖が強い3人だね。そうだね。知念さん、はい、プレッシャーのかかるサードプレイヤーですが、うん、はい、目標はありますでしょうか。まあでもかっこいいのはやっぱ5問目ぐらいには行きたいなと。僕より前の方、はい、5問以内に答えないとやばいっすよ。やばいねそれ。5問で行かないとやばいっすよ。すげえ自信じゃん。さあそれでは中島さん、カードをお選びください。これ遠いとこ行ったね。うわー、なるほど。特徴は、あ、でもね、うん、特徴強いから質問によるね。そうだね。この方は、はい、いや、ちょっと待って、大事大事よ。1問目で俺たちはライブに来たことありますかとかだったら、あ、なるほどね。あ、うまい。すげえ絞られるよね。楽器ができますか。できますか。まあ、楽器ができるイメージがありますか。個人的なイメージとしてはあまりないですね。ない。できるイメージは。なるほど。Next question。この方は、はい、ひげを生やして、うん、テレビに出る機会がありますか。うん、どうだったかな。ってことはそうなの。ないんじゃないかな。ないかな。うん、まあ僕の中ではない。うん、基本的なイメージとしてはないと思います。なるほどね。Next question。この方は。僕より身長が高いですか。おお、絞られるね。低いですね。低いよね。高ければね。高ければ絞られるけど、基本勇気より低いから。三問使っても絞れた様子がない中島。なかなか答えへの糸口が見つからない。してる方ですか。してますね。してる。この方は番組で料理をする機会がありますか。僕に料理の番組やってますとかいう感じじゃないですね。どんどん分かんないぞこれ。ちょっと待ってよ。的を得た質問ができない中島、どうにかこの難局を打破できるか。迎えた6問目。この方はジャンプのコンサートによく見に来られますか。おお、これはいい質問。もう僕絞ってるよ。これいい質問。ゆうやの言ってた通りだね。どのくらいをよくというのか。うん、でも来る、うん、来る、うん、お、ちょっと思い浮かんできた。ちょっとでも早いんじゃない、うん、そうしたら、うん、すごい、いい質問だよ。まあいい質問。お、3人ぐらい。そうだね、まあまあまあ2人ぐらいかな今。あ、でも楽器できるイメージがないから。よ、あ、サビ版の人が消えたんだな。うんうんうん。おお、なんだこの笑みは。この意味は何だ、どっちだ。じゃあ Next question。 この方の顔の特徴を挙げるとしたらどこですか。僕は根元かな。お、来たね。そうですね、目とかですかね。そうですか。お、目元ですか。お、いきます。コール。さあ中島さん、ここでコールを押しました。自信の方はあります。
中島が使った質問数は7問、果たして正解を導き出すことはできたのか。この方は嵐の松本潤くんです。ドンピシャーナー、中島さん正解。7つのクエスチョンで見事正解しました。イエーイ、 ありがとうございます。そうなんですね。じゃあ続くセカンドグループはこちらの3名。ファーストプレイヤーは中島。ああ強そうな3人だな。これは強そうだね。中島さん、はい、何問以内の正解を目指しますか。だからまあでもみんな結構ね8問目ぐらいまででは答えてるので、うん、ギリギリその辺までは使ってもいいから答えはしたいですね。そうですね、当てたいです。さあそれでは中島さん、はい、カードをお選びください。これこの対戦は皆さんも一緒にお考えください。いや面白い。これもまた是が非でも正解したいという中島の1問目はこの人のライブでのポジションのイメージ。これ難しい質問だな。難しいな。なんか僕のイメージだと全てをまあ、になってる感じはあるのかなと思います。なんかマルチだね。マルチ、うん、でバラエティとのギャップは半端じゃないよね。そうだね、うん、踊りもイメージ強いけどね、うん、そうだね、うん、結構またふわふわした質問しちゃったな。 Next question。 どっちに絞ろうか。この人の顔の印象、キリッとしてるイメージですね。僕の完全な個人的な意見ですけど、うん、キリッとしてるね。 Next question。 続いてこの方を色で例えるとすれば、うん、あ白もある。赤か金かな。なんだろう、白とか赤のイメージ。まあまあ間違いないかなと思います。ゴールドとか金、やっぱ皆そうだね。キラキラしてる感じ。みんなのイメージ一緒。もう出てんじゃない？出てきそうじゃない？なんか、うん、今色だけの質問のイメージで言うと浮かんでくるのは3人ぐらいかな。 Next question。 この方は映画やドラマで主演を張られていますか？あると思います。難しいな急に。まあ、どういった質問がもうちょい。あとの2人のことを考えればそろそろ答えを絞り込みたいところ。しかし問題数は早くも5問目。この方は自分が主演の舞台に長く関わってますか？おお、絞った絞った絞った。はい。なるほどね。もう分かったんじゃないかな、うん、結構今の有力だと思うんですよ。だいぶ絞った賭けの質問だったんですけど。 Next question。5問目で一気に手応えをつかんだ中島、これが最後の質問となるのか。この方は年始によくコンサートをやられますか？おお、来た。うまい。おい、なにのちゃんの顔。はい。さあ中島さん、ここでコールを押しました、はい、中島の質問数は6問。正解すれば残る2人にプレッシャーをかけることができるが、
この方は、この方は、キンキキッズの堂本光一さん。ドンピシャー！シャー！中島さん正解。6つの質問で見事正解しました。求められる。さあ決勝戦セカンドプレイヤーは中島さんです。はい。それでは中島さん、はい、カードをお選びください。この方にします。マルチなイメージありますよね、桜井くん。なるよ。中島の引いたカードは嵐桜井翔。映画やドラマ、さらに慶応卒というジャニーズ切手の秀才を生かし、ニュースキャスターまで務めるマルチに活躍する先輩。慎重な推理で正解を導き出してきた中島は、桜井への糸口を見出すことはできるのか。この人の趣味に合わせた、まあ、デートをするんであればどこに行きたいですか。恐竜博物館。恐竜博物館。恐竜、うん、あ、そう、そういうの。そうね、まさかの恐竜。恐竜全然ピンとこないわ。でもなんかちょっと恐竜とかも好きそうなイ あるあるイメージもありますからね。少しちょっと別に行っててもおかしくはないかなってこと。ちょっと難かったかなこの質問。Next question。イメージで色に例えるなら何色ですか。何でも当てはまる気がするな。でもいや、いけるな、幅広いな。これひねくれでも何でもないけど虹色。虹色、それなんだよ、ね、うん、レインボー。何にでも染まる。あー、でもね、これに絞っちゃうとちょっと怖いから。今ね、そんな出てきてないですよ人。これでも質問をひねり出すのもこのレベルになると難しくなるんじゃないかな。そうだね、決勝戦は。どうしようかな。あと3問か。数多くいるジャニーズタレントを1人ずつ整理していく中島。しかしこの人はどの時間帯に出てるイメージが強いですか。夜のイメージが強いかな。夜のイメージが強い。ジャンプのメンバーと共演したことがありますか。芝居、お芝居面で。うーんとね、ドラマいろいろあると思うけど。芝居はおそらくないか。限られた質問数に対する焦りからか、なかなか的を射た質問ができない。突破口を開けるのか。これが最後の質問。一番の特技は何ですか。分かんなくはないんだよね。うん、なるほど、難しいのか線が。あ、いいですか。僕が思うね。ワードチョイス。ああ、なるほど。グッチョイス。グッチョイスでしょこれ。グッチョイス。岡本の言うワードチョイス、その意味は。そう、桜井が得意とするラップのこと。言葉遊びのセンスが求められるラップの作詞。果たして中島はこれに気づけるのか。あともう答えるだけなんだよな。そんなうまく今もう何ゼロになった。その3人ぐらいかな。おお、でも3人だったら、うん、当てたい。外しては帰れないな。あー、彼もね相当怠けず嫌いですから、ワードチョイスというキーワードを頭の中の人物と照らし合わせる。しかしいや、マジわかんねえ。ワードチョイス、やばい。そろそろね、そろそろね、分かってます。未だ明確な答えが出ていない様子。中島の兆候は続く。
本当ごめんなさい、分かんないな、どうしようどうしよう。決勝2周分ぐらいできるねこれ、果たして答えへとたどり着くのか。その時信じた？ムムお今ムムとなったぞ。ケイトが願っております。行くぜ。おどうしよう、コール来た。さあ中島さん、ここでコールをしました。苦しみ抜いた中島のコール、果たして桜井を導き出すことができたのか。この方はキスマイフット2の宮田くん。ノットドンピシャーだ。中島さん不正解。さあ中島さん、はい、カードをご覧ください。はい。あおマジで。ワードチョイスだよよ。ワードチョイスすげえよくない。ワードチョイスっていうのはラップでさ、ラップの作詞とかさ、ラップだ。あとマーターのニュース番組で話すことのチョイスとか、虹色はまあキャスター、バラエティの MC、ドラマ主演、映画主演。あと山田も途中でゼロですかって言ったよね一回。優しさ出したよね。優しさ出した。八乙女さん、八乙女さん、はい、僕それ無意識です。無意識かい。マジで無意識かい。八乙女さん、はい、このゲームに自分が向いてると思いますか。ちょっと待って、影を感じる。なんだろう、ヒカル君のこのかませ犬感。すごい遠回しの毒だね。さあそれでは中島さん、カードをお選びください。これ、おーい、ほうほうほう、凌介やめろその顔。来たねーこのパターンね。伏せられた20枚の中から中島が選んだカードはなんと目の前にいる山田。注目すべきは山田の表情。いかにポーカーフェイスを保てるかが勝負の鍵となる。波乱の幕開けとなったセカンドグループ、中島の挑戦。これやだなぁ。これ嫌いよね。ついなぁ、うん、どうしようかな。この方は、はい、例えばレストランとか行ったとするじゃないですか、はい、メインメニューかサイドメニューかみたいなのあると思うんですけど、どういう位置の方だと思いますか。あ、メニューの中頼むんじゃなくて。そう、これ自分で言うのきっつ。前菜やらやら何やらある中でってこと。やっぱメインディッシュじゃないですか。メインディッシュか、うん、になるのかな。メインディッシュになるのかな。ヒカル先に行ってほしくなかったよ。割と前の方に出る機会のある人ってことかな。うちで言うと山田みたいなね、場合もありますから。ほう、そうですか。いやいや違うよ、俺なんだけどなっていう。わかりました。 Next question。やっぱストレートにあれ聞いとくか。この方と一緒にお仕事させていただくならどういったジャンルのお仕事をしたいですか。さあ山田は山田と共演するとき何をしたい。自分がこれだっていうのだ、ね、これはこの方だったらダンス踊ってみたいですね。ダンス、おー難しいな、難しいぞ。もう気が気じゃないだろうね今ね。ダンス必死にごまかし続ける山田。うーん、この後も積極的に喋るのか、それとも振られるタイプなのか。自発的にこう何か発言してることが多いような気はするかな。気だもんね。カメラ答えにくい質問にも淡々と回答していく。俺のイメージだと、うん、時と場合によるイメージ。時と場合、ヨモ、うん、ちゃん入ってんのかな。
最後までポーカーフェイスを保てるか。しかし5問目、ここで山田の歯車を狂わす予想外の出来事が。世の中にいろいろ何々系男子とかってありますけど、うん、この人をそういう何々系で表すとしたら可愛いなのか、いろいろあると思いますけど、まあ王子様系男子。王子様、あれおお、なんだゆうたのこの顔はどういう顔なんだ。お、見た。あれ、はい、出てきちゃったぞこれ。同じメンバーなのかな。あ、これバレるぞ。八乙女の不用意な回答で気づかれたのか、なんとか表情を保ちたい6問目。この方を色で例えるなら何色ですか。なるほど。金とか金、赤、白、私服は黒だな感じ。レインボーってのもありかな。レインボー、まあ、白とか何にでも染まれるような気もしなくもない。レインボーも一理ある、うん、あんのかな。こういろんなところでいろんなお仕事をしてるイメージと、うん、あとはなんだろう、ゆうて今ちょっとなんかニヤニヤしてるんだよ。結構ね、観察するタイプでしょ。黒のイメージもなくはないかなって。まあ金とかもあるし。あ、ゆうてええー大丈夫かな俺。よし、行きます。コール。さあ中島さん、ここでコールを押しました。中島の質問数は6問。果たして山田を見破ることができたのか。この方は平成ジャンプの山田涼介。ドンピシャー！正解！6つの決勝で見事正解しました。当ててやったぜ。いや嬉しいわ、嬉しい。恥ずかしい、これ。もうね。いやこれ質問数関係なしに決め手だったの言っていいですか？はい。あのね。いろんな仕事をやってるって時にちょっとフフって笑ったんですよ。あ、これ多分自分のこと言ってるの恥ずかしいんだなって思ったんですよね。よしよし。そうですね。自分答えるのって相当むずいんだね。じゃあめっちゃやっぱもうね、これ出てきた時にもう本当腹かけて笑って次回これだれドンピシャーな最終章。